今度は避難新法制定の話などですね、その辺をお伺いしたいと思うんですけれども、はい、沖縄新法の、いわゆる沖縄新法の制定と避難振興一括交付金の獲得というのを、まあ、選挙戦でも随分伝えてこられたと思うんですけれども、まあ、なかなかこう実現は、まあ、容易でない部分もあると思いますけれども、どういうふうにこれを伝えていこうというのを考えているんですか。ね、まず一つはもう期限が来年度で来るでしょ。だからこれから再来年の3月31日、これは法律ですよね。そしてあとは振興計画が大体中入って半年くらいかけて最終決めますか。法律に基づく計画なんで、これが約2年これから。だからこの2年間が我々バタバタと動き回らないといけないんで、ただその中で今度の振興法はですね、何をしたら目的にするかというと、一つはやっぱり、ね、戦後処理的なものです。これは跡地の利用、基地の後利用もであったりですね、それからあとはこの不発弾とかですね、環境浄化ですよね、こういうものとか、そしてあとはそういう戦後処理的なもの、それであとはですね、公共交通システムというのがどうも沖縄うまくできてるの、これは沖縄本島の中も逆に基地に分断されたり自動車道にしてしまったり、だからここを作ることと、それから本島と島の間も、これ北海道みたいに陸地ですと当然のこととしてこれ道路ができているはずですが、これは民間の航空会社、民間の船で今成り立っているでしょ。ここに公共交通システムというような概念を入れて、もっと人の移動の費用を下げる、それから物の下げる、これ今実験的には今やってますけどね、こういう仕組みをしっかり入れる、要するに離島の、それから離島の定住条件というのはただ単に言葉じゃなくて、やっぱりせめて沖縄本島並みの医療福祉も、それから教育まで含めて保育も、こういうものをしっかり、それからエネルギーとかああいうものですね、このユニバーサルサービスをもうちゃんと目標を決めてやる、十何万人の人口の分ですから、僕はそう難しいものだと思ってないんです。これはちゃんとしてる、しかも沖縄本島だけだとこれぐらいのエリアなんですけど、南北大東から与那国とだからこれだけなる、これはここに住んでる島があって人々が住み続けてるからでしょ。ですからやっぱりこういう概念で、ここは何も海洋基本法じゃないんですが、もっと政府としてなんていうか、ここが自分たちのエリアだよっていう、これはもっとね、政府の仕事としてもね、しっかりとやってもらって、このユニバーサルサービスの実現をね、なるべく早くやってみたいと思います。これですからこういう離島の絡み、それから離島県である島の数は熊本県とか長崎の方が多いけど、この長さですよね。だから、戦後処理、それから離島、公共交通システム、あとはですね、この40年やってきて、北海道から鹿児島まではなんとかなるけれども、沖縄はどうにもうまくその法律に合わん、そして基準がどうしても、ね、うまく合わんという、ここの部分が、オキシジン法を作っていろいろやってきたにしてもですね、やっぱりね、何か合わないんですよ。だから例えばね、建築基準法、この間のうちから問題だった、これやっぱり向こうは木造中心、ここはコンクリート中心で、こういうものを知っていながら、うまく建築基準法の基準をね、彼らはやっぱり巡ってる、あとでなんとかなるでしょう。今度は民主党の農業政策もですよ、沖縄のほら、ほとんど米作ってないの、米農家だけの所得保障から始めるところ、おかしい。しかも沖縄の農村、農業農村整備事業60億も切ってですよ、やるという、こういうね、合わないんですよ、その東京で考えることと北海道から鹿児島まではなんとかなっても合わない分、これを束ねて認可外保育園なんかの話もそうでしょ、それからさっきの建築基準法、それから農業でしょ、もういっぱいあるんですよ、こういうのをちょっと束ねて、もう一回これをね、在庫一掃じゃなくてきちっとやると、このいくつかと、あとは沖縄のね、やっぱりアジアの玄関口としてのね、機能、もう一回ね、これぐらい少し政府が最後のご方向じゃないか、しっかり応援してくれる、これ一種国民政府に近いイメージを入れて、
これでですね、我々ももう最後の進行法みたいな気持ちでやったらどうかと、うん、そしたらこの排他的経済水域を含むこの巨大な空間をですね、このスペースから海底地下資源まで入ります。これはまあ将来ものすごいやっぱり財産になります。こういうものをしっかり守るためにで将来またお国のためになるような話ですから、ここは国がやっぱりやるべきだろうというのがね、このね5つぐらいかなと思ってるんですがね、新しい、まあ、あの沖縄の実態に即した新しい制度仕組みが必要だなんだろうと思うんですけれども、で今後その政府交渉を進めていくと思うんですけれども、で具体的には選挙戦でも南北縦貫に設置、そういうものも入ってくる、これは公共交通システムの一例ですよね、まあ、そういうのも入ってくる中で、まあ、政府がですね、分かりましたか、そういうことを積極的に考えていきましょうということで、あの基地問題とですねリンクさせてきて、あの制度を整える一方でじゃあ基地についてはご理解いただけますよと言ってきた場合どうですか。ここは分かりません。今、ね、リンクさせないでまずスタートしましょう。まずもう期限がね来て間が空く可能性がむしろあるものですから、うん、早くやりましょうよと一応スタートしてるんです。振興部会と負担軽減部会、基地負担、そうですね、で問題はその時官房長官談話が確か記者さんの前であったと、これは現実させませんよと、もともとそういうもんだと。確かにしかし今の基地の問題、特にあの普天間の移設の話はね分かりません、いろんな人がいろんな考えを持ってる節あると思う。ただどっちにしてもね、今辺野古っていうのはねフィジビリティ実現可能性あるかってないですよ、やっぱりもうほとんどない、ありえないという、ね、ありえないに近い。こういうものをね、いくら知事にああしろこうしろと言われても、それは簡単じゃないんですよ、だって。だからこれがね、無理、だからまず、あの当時は一番早い、形成局の一番早い場所だったんですが、もう今これ変わってしまって、大和を一生懸命探した方が早いですよ、と僕は思ってるんですよね、あの実際問題。だからここをね、政府が考え方変えないと、止まるだけです、おそらく。ね、大和もやっぱりね一種わがままなところがあって、総論賛成、各論反対でしょ。だけどまあこの間ほら知事会の会長の麻生さんちょっと見ると、これはねちゃんと受け止めてやってくれないとね、あのダメですよって話はちょっと話はしましたが、まあこういう大和も難しい、総論賛成だけど安全保障論が今起こってる時がいいタイミングであるんですよね。で沖縄もねないですよ今ね。そうすると固定化する危険があるわけ、そのままとか、そしてじゃあ危険性どうするんだ、政府のこの責任どうするんだ、つまりちょっとね、動かなくなってなり始めてるんですね。だからここをいくら僕にそのなんとかとか引き換えにといったところはどうにもなりません。だからもっと H をじゃないけど政府ってそのためにあるんですから、よく考えれば支援者もいっぱいいますから、北海道から楽しみ、そこをね、個室制でしっかりやるべき、ちょこちょこってね、やる話じゃないでしょうか、ね、政府は知恵が足りないってことですかね、もっと。いやいや、だから、あれ本来あるんですよ、大きなね。だって、防衛省にもあれだけ巨大な官庁で、政府だっていろんな何所あって、もっと腰を据えてどうするかってやれば、なんとかなる話だと僕は思ってるんですよね。なんで腰据えてやらないのか。今、ちょっと、あの一国二制度も、例えば一国二制度という話もあったんですけど、例えば観光客1000万人ぜひ達成したいという目標も掲げられておりますけれども、そのまあ一環としてですね、いわゆるカジノの導入などもそういう、何の導入、カジノですね、はいはいはい、まあ、一国二制度という関連で言いますと、そういうことも視野に入れて取り組まれます。まあ、カジノについてはカジノ法という法律を作って、そこであの一国二制度的なっていうか、要するに別のあれを作ろうという議員連盟が動き出してますから、ね、はい、ただ僕もこれはビジネスとして割り切ってやったらどうかということで、県でも研究はもう2、3年やってきてますけどね、はい、そしてマイナスがどうかというのをやってきたんですが、今度の選挙で感じたのはやっぱりこれやめた方がいいよという、要するにコンセンサス得られないよという意見も強いんですよ。だから僕はもうコンセンサスなしじゃ何もできませんからね、コンセンサスなければやらんっていうのもはっきり言いましたから、ちょっとこれはあそこの法律を制定 の議員連盟の動きなんか見ながらですね、やっぱりこれやめるべきか、もうね研究もやめるべきか、ね、で研究は続けておくべきか、なぜならこれシンガポールとかいろんなところ始めてるんですよ、はい、
僕はこれはビジネスで割り切れると思ってたんですが、どうも県内必ずしもそういうあれじゃないもんですからね、いずれ、ある時期にもこれはもう断念っていうのをやった方がいいかもしれません。これはね、ちょっと今のところ僕は研究はしておきたいと思ってはいるんですが、ただ選挙の公約はもう山本先生が選ばなきゃやらんとはっきり言いますからね、はい、ちょっとこれは 2,3 年研究はしてきたんですが、どうするかいずれ決めないといけないと思ってます。もう研究もしないということね、はい。